年のせい、髪のせい、ウィスキッシュです。こんばんは。髪のせいがね、ちょっとね、この辺が来てるんですよね、逆に。まあ、この辺は頑張ってきてるんですけど、この辺がまだちょっと弱いんで、こうやっていきたいなと思ってます。イエーイ。ということで、まあ本当に年の瀬になってきました。ということで、ちょっと1年を振り返りつつ、いろいろおしゃべりをしていきたいなと思います。まず今年1年の話なんですけれども、どっからどこまでをプライベートとして、どっからどこまでを仕事と、すればいいか、ちょっと難しいところではあるんですけれども、全体を通して、そうですね、まあ、よく漢字一文字で今年を表すとみたいなことがあると思うんですけれども、まあ、今年1年を一応漢字一文字で表すとするなら、空ですね。空、あの草冠に古いの空ですね。苦しいの空です。はい。というのも、あのこれ本当はネガティブなことで言ってほしくないくってるし、僕も別にネガティブの意味で言ってるわけではないんですけれども、まあ結構しんどかったなって印象はあるんですよ。ただ、まあこの、まあ、YouTube を本格的に個人のチャンネルをやり始めたの理由も、そのハゲタン日記のハゲメンっていうのに選ばれた。で、仕事もしつつやってるわけで、なかなかこう、その時間を割くっていうのが結構しんどかったりもしたんですけれども、でもそれはね、将来の自分のためにも絶対必要な時間だなって思ったわけで、まあ肉体的にもなかなかしんどい一年だったかなっていう意味で空だし、本当にネガティブなことで言えば、本当にだからその、ハゲタン日記が決まるまでは、YouTubeはやるんですけれども、芸人っていうのを本当に辞めるか辞めないか、辞めたとしてどういう風に今後生きていくかっていう瀬戸際に、ちょうど本当に今年で辞めようかなっていう風に思っていた時期だったので、で非常に悩みましたというか、ほぼほぼ結論は出てたんですけれども、ではそのタイミングで、まあ、こういう風にお仕事が決まって、でまあ芸人としてはネタとかも一切やってないんで、別に名乗る必要はないんですけれども、でもまあ一応その経歴は嘘じゃないんで、だから元っていうのもおかしいし、ちょっとまあ伸ばしてみようと思って、まあそこの辺は曖昧にしていたんですけれども、別に YouTuber って言ったら、言えば YouTuber でもあるし、作家というかライターっていうならライターでもあるし、芸人っていうなら芸人でもあるし、だからその肩書きはもうとにかくまあ曖昧にして、まあ岸隆太郎として頑張っていこうと。で、頑張った先に見える答えもあると思うんで、とりあえずこの1年は与えられたことをしっかりやろうと思って、で、やってきました。なので、まあ、苦しかったけれども、やめたいって思ったことは一回もないです、本当に。むしろ続けたいし、今後のことを考えたら、続けるべきだし、続けたいし、止まりたくないな。っていうのがあったので、結構無我夢中でやりました。なので、なんて言うんだろう、いい苦しみというかっていう1年かなって思ってます。もう自分にとって必要な苦しみですね。だって良薬口に苦しって言うじゃないですか。だから苦いことはいい薬だと思うんですよ、自分にとって。だから今後の人生を考える上で、この苦しさって本当に必要なんだろうなって思えるように、また来年も頑張りたいなって思うし、これがじゃあ途切れるかっつったら多分途切れないと思うんで、今のうちにまずこう助走をつける意味でも、ちょっと苦しさに慣れていこうというか、まあ、できることをどんどん増やしていこうっていう意味で、まあ、海の苦しみじゃないですけれども、まあ苦っていうことですね。はい。ただとはいえ、今年1年は本当にいろんな意味でいい経験をさせていただいた1年かなって思います。まあテレビにも出ることもできたし、まあ、久々にラジオも出させてもらったりとか、そのネットでね、自分の記事を書いて載っけるっていうのも初めてだったし、そうで、あと育毛剤っていうのを本格的に使うのも今年が初めてだったし、で実際にちょっと改善してきたので、まあ、本当にいい1年だったなって思います。ネガティブな言葉をドンとやってるけれども、でも僕が振り返ってみると、すごいいい1年だったなって思います。だから来年以降またどん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 上っていくと思うんで、絶対僕は。し、まあ割と人生スロースターターな方なので、今だから言うけど、まあ、大学も一回浪人して入ってるし、芸人もね結構遅く
100から始めたりしたりとかしてるわけだから、まあその焦っても、あの実力ない状態でドンっていくよりは、まず地に足つけてしっかりとまずはやることを続けて、どん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 続けながらレベルアップしていって、でボンってなった時に対応できるようにもっと人間力とか力をつけたいなっていうことで、まあ地道にこれからもやっていこうかなって思っております。ということで、まあこんな1年だったので、で来年もだから一応来年の目標を一応ここで言っとくと、とにかく続けるってことですね。生き続けるっていう意味もあるし、育毛し続けるっていうこともあるし、この YouTube も続けるっていうことでもあるし、とにかく続けなければいけないと思うんで、はい、続けることが一番の力だと身に染みて思うんで、とにかく来年の目標は続けるというのは僕の目標にしたいと思います。はい、ということで、まあ来年以降もまあ何か変わるってこともないと思うので、引き続きしっかりやるべきことをやるをしていきたいと思います。はい、で次の動画で、まあ多分これがいつになるかわかんないけれども、ちょっと僕のその先の話をしたいなと思います。はい、ということでここで一旦終わりにしたいと思います。ということで以上、キッシュでした。チャンネル登録、インスタ、ツイッターのフォローお願いいたします。はい、以上です。